こんにちは。手書き技を教えている浜根先生です。忙しい毎日を過ごしていると、自分の気持ちに向き合うことを忘れてしまいますよね。いつもより机に向かう時間が取れそうな日は、少し手帳時間に当ててみませんか？コツは小さな手帳を使うことです。こちらはコラージュペーパーのセットです。浜根先生がカリグラフィーの文字をご提供しています。以前の動画ではピンクホルダーのセットをご紹介しました。この動画では水色のホルダーのコラージュセットを使います。使い方レクチャーシートです。アイデアやデザインのポイントが参考になります。小さい頃雑誌の付録にワクワクしたことを思い出しますね。監修は手帳プランナーのみゆさん、イラストも描かれています。フルーツ柄は元気が出るイラストです。ちょっとレトロな雰囲気がいいですね。コラージュペーパーは A5 サイズ、6種類が2枚ずつ入っています。デザインもいろいろありますが、紙が異なるのも選ぶ楽しさが倍増します。ペンは紙の色に合わせて紫と黄色系を用意しました。デコレーションペーパーは自分でカットします。まずはデイリーページです。日付シートを切り出します。コラージュペーパーから使えそうなものを選んでハサミでカットしていきます。日付シートから切ったので、そこから全体の雰囲気をまとめていくことにします。こちらは黄色の吹き出しです。うまく切るには、切れるハサミをしっかり用意しておくと良いでしょう。こちらは紫の枠です。水玉模様がとても可愛いですね。時間のない方は市販のシールを利用すると良いでしょう。自分でも模様やイラストを書き込むことにします。日付が入ると手帳を書くぞという感じになりますね。そして To Do をまず書きました。次に吹き出しに気温や湿度を記録することにします。6月半ばでもう30度超えているので、体調管理が大切になってきています。自由に手帳を使っているので、このような季節の柄などトピックスを書けるのがいいですね。細かな文字は Figma003 というペンを使っています。耐水性なので、文字の上に別のペンで色を乗せることもできますよ。気候に関しての気持ちを記入しました。暑くなっているので、運動はこうやっていこうという指針を考えました。時々、色文字を入れるとポイントとなって文字が読みやすくなります。ここでは水色を入れていますね。隙間が空いているところにイラストを書き込みます。コラージュペーパーのイラストを真似しているんですね。この日の日付がコップのジュースだったので、同じテイストのイラストを書きました。こうやって次々にアイデアが浮かんでくるのが至福の時間ですね。右ページは自由に記入するページとします。1ページに収まるように考えをまとめることにすると、一つのことにだらだら時間をかけることを避けられます。浜根先生は、この前の日に配信した YouTube ライブの反省と今後のことを考えることにしました。丸をペンで2つ書いて、今までとこれからのことを書くゾーンにします。罫線のあるノートなので、普通に書いてももちろん OK ですが、ちょっと頑張ってデザイン的に面白い感じにしています。ページタイトルはデコレーションペーパーに自分で文字を書きました。YouTube ライブと書いてありますね。日頃気にかけている行動を見直してみるというのは人生のステップアップにきっと役に立ちます。コラージュペーパーから何を書くかヒントを探すのもいいですね。ベスト5が面白そうなので、今よく見ている男性 YouTuber ベスト5を書くことにしました。恥ずかしいので恋にはしませんが、どの方もご自身の考えをしっかり言葉にして発信されているところを学んでいます。この小さな文字は浜根先生がご提供したものです。1枚のシートの中に収まるとすごく素敵に見えて嬉しいです。スペシャルという文字を切り出して使います。簡単なリボンの形になっているんですね。貼り付ける位置を確認して糊でつけます。しっかり貼りたいので画面では見えていませんが、端までスティック糊をつけています。コラージュペーパーの存在感に負けないように手書き文字も目立たせたいところです。
市販のシールやマステを使う方も多いと思いますが、どうしても印刷物と自分の文字を合わせると文字が貧弱に見えてしまいますよね。ですので手書き文字のタイトルはそれなりに目立たせると良いでしょう。好きな YouTuber ベスト5を書いています。皆さんならどんなベスト5を書きますか？手帳に書くことがなくなったら使えるネタなので一度試してみてくださいね。もう本当に全く些細な自分事ではありますが、手帳につけておく良いところは今の自分の記録となることです。数年後振り返ってみると自分の変化の発見につながります。ベスト5の方々から学んでいることをまとめてメモしています。これからは自分の言葉で語るスキルが必要となるな、などと記しています。次はやめたいことリストです。どんなコラージュができるか考えます。シークレットと書いてあるミニカードとフルーツ柄をカットして準備します。シークレットはカードの中面にそっと後で記入しますね。フルーツ柄はたくさんあるので選ぶのが大変なくらいです。シークレットカードがブドウなので違うものから選ぶことにします。ハサミでカットしやすいように大まかに切り出して小さくしていきます。こちらはイチジクですかね。こちらはレモンです。ご自分でシールを選ぶのも楽しいですよね。市販のシールを見てみると、キャラものから動物、植物、天体、植物までありとあらゆるものが出ていて驚くぐらいです。切り出したら配置していきます。文字を書く場所を考えてスペースを空けます。フルーツの形よりも色の方が目立つので、目を細めて色の配置で決定していくといいですね。まずは大きいものから貼ります。二つ折りのカードなので、裏面に糊をつけました。ページのタイトル、やめたいことを書きます。コラージュとテイストが合うようカラフルな下地をまず作ります。この一手間が手帳デコの真髄ですね。ご興味のない方にとっては無駄な一手間と感じるかもしれません。3色の丸の上に黒で文字を書いています。フルーツを貼っていきます。ページがカラフルで可愛くなりました。やめたいことをいくつかピックアップしていきます。皆さんはつい続けてしまっている悪習などありますか？ついつい食べてしまう、だらだら SNS、お子さんを叱りすぎてしまうなどありますよね。浜根先生は5つのやめたいことを記入しました。次はハッピーリストです。8種類もハッピーリストがあるので、時々試したいものですね。1枚だけ貼ると寂しいので、バナナのイラストの枠のものを切り出します。紙の色と形が違うものを2枚選ぶことで、ページが賑やかになります。配置と向きを考えて貼りました。重ねて貼っているんですよ。ハッピーリストは5項目あります。質問に答えるようなスタイルで手帳を書くのもいいですね。書き込むスペースが小さいので端的なフレーズを書いています。空いているところは気ままに思いついたことです。毎日こんなに手帳を書きたいことはないかもしれませんが、週末など時間のあるときに一気に取り組んでみるのもおすすめです。文字を書くことは頭を整理することにつながるので、自分デトックスになりますね。アクセントをカラーペンで入れます。こうすることで貼り付けたもの同士にデザイン的なまとまりが出てきます。水色のペンでマステのようなテープと枠を書きました。最後は目標を書くページを作ります。トルペの紙が可愛いので使ってみたいものを切ります。透け感がいいんですよね。黄色の横ストライプとオレンジジュースのイラストです。これはしおりにするもののようですが、手帳に貼ることにします。タイトルは紫のブラシペンで書きます。ブラシペンでおしゃれ文字が書けると手帳デコに大変に役に立ちますよ。6、7、8月に達成したい目標を書くページです。もちろん目標は書くだけでなく、どうやったら達成できるのか、いつまでにどこまでなど考える必要がありますよね。でもここではざっくり思いついたことを書くことにして、いずれ一つ一つの目標は
別途ページを作って計画すると良いですね。大切な言葉は目立つように黄色のマーカーを引きました。貼り付けたしおりにも手を入れて全体をなじませます。完成したページを見てみましょう。日本語は上手でないので参考にしないでくださいね。全部で6ページ仕上げました。撮影しながらなので1時間以上はかかっています。コラージュペーパーはたくさん残っているのでホルダーにしまっておきます。動画が参考になれば嬉しいです。よかったよという方はお手数ですが、いいねボタンをよろしくお願いします。浜田先生チャンネルでは手帳に使える手書き技やおしゃれな文字などをご紹介していきます。次回の動画でもお目にかかりましょう。さようなら。